回は日本初開催、レッドブルキングオブザロック。各地方予選を勝ち抜いた12人のプレイヤーに招待のプロ選手2人を加えてワンデイトーナメント。決まるは日本最強のワンノーワンバスケットボール。そしてそのジャパンファイナルチャンピオンは今年の9月にアルカトラズ島で行われるワールドコンベンション世界大会に日本代表として出場するぞと。これが今回のレッドブルキングオブザロック。俺がやってきたことを、もう出すだけかなと思いますね。もうそろそろ世代交代してやんないと、三井親分も疲れてるんじゃないかなと思って。最初 7-0 になってめっちゃ焦って、自分のペース引きずり込まれたっすね。一本一本返せばよかったね。折れたっすね途中で。10点差ぐらいついた時もう無理だと思って。まあでも負けるわけにはいかないっすよね。現役でいる以上はやっぱり先輩後輩関係なしに、もう男としてもう勝負するだけなんで。いやー強え、勝負強え、勝負強え。やっぱりボスだな、うちの。ラップ、キングオブザロー、ジャパンファイナル、チャンピオンはナンバースリー、ミスリー。主役になれなかったな。マジ意味ねえ。決勝まで行ってもここで負けたらマジ意味ないっすよ。もう死ぬ気でやります。人生かけて、俺のバスケ人生かけて。もう足が使い物にならなくなってもいいから、もうそんぐらいの気持ちでぶつかっていきたいと思います。